皆さんごきげんよう、ヒロです。ナオです。本日はですね、はい、浜野市築港の方にやってきております。はい、まあもう駅から本当に徒歩3分ぐらいのとこなんですけれども、うん、こちらにですね、はい、本当は教えたくないけどおすすめしたくなる素敵なお店様がございます。はい、本日お邪魔するのはこちら、はい、村松精肉店様でございます。はい、これ僕ら偶然発見したんだよね。そうなんよね。でももう本当に知ってる方はもうずっと通われてるらしいよ。そうそう、もう玉野で知らない人はいないって言われるね、お店様なんですけれども、はい、こちらのですね、はい、ミンチカツですよこれ。おいしいよ。びっくりするよ多分。多分ね、皆様が今まで食べたことないミンチカツだと思います。そう、はい、もう絶対もうハマると思う。はい、ぜひですね、ちょっとそちらを見ていただこうと思いますんでね。はい、じゃあ早速購入していきましょう。はい、それでは早速行ってみよう。はい、到着です。ここすごいレトロなお店でしょ。めっちゃいい雰囲気やね。え、なんか下町っぽいよね。そう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 。学生さんが今帰り来られましたよ。だよね。ね、はい、じゃあ僕らもね、はい、購入させていただきましょう。はい、早速買ってまいりました。せっかくなんでね、はい、玉野ですから海が見える公園でね、はいはい、美味しくいただきたいと思います。はい、それは何ですか？これね、ミンチカツ。あ、それが噂のミンチカツですね。これね、うん、肉汁注意。肉汁注意、素敵なフレーズじゃないですか。でしょう、うん、かぶろうか。あ、かぶった方がいいんじゃない？じゃあかぶるよ。うん、じゃあいただきます。はい、お願いします。はい、甘っ。そうなのよね。こちら村松様の特徴としてですね、うん、めちゃくちゃ甘いんだよね。甘い。これも肉の甘みとか、あと野菜の甘みがこのミンチカツにですねギュッと詰まった。美味しい。やっぱ美味しい。もうこれね、うん、動画で見るより食べてほしい。もうそれに尽きるんですよね。もう本当熱々の時は、うん、食べられないもんね。そう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 、ね、ほんとね、ちびちび食う感じ、熱くてね。うん、やっぱうまいわ。うまいよな。やばいね。やばい。なにこれ。俺の知ってるミンチカツじゃないもん。ないよな。はい、行こうかよ。ぜひですね、はい、皆さんもこちらミンチカツをですね、はい、購入してみてください。はい、マジで美味しいです。世界観変わります。はい、じゃあ次はね、はい、こちらもまたまた美味しいんですよ。チキンカツでございます。これ学生さんに人気みたいだね。そうそう、さっきもね、うん、なんか学校帰りとか。そうだね、これ部活帰りとかいいよね。じゃあ行くよ。はい、その当時を思い出して、はい、あのね、うん、油が全然しつこくないの。いや、うんうんうん、もうね、肉の旨味を本当に必要最低限で閉じ込めてるって感じ。おいいね、美味しそう。うん、でね、胸だけど全然パサパサしすぎてない。そうだね、柔らかいよね、しかもね。本当そうなんだよね。うん、これうまいわ。やっぱ精肉店だからこそ出せる味だよね。あ、そうじゃない。ね、うん、これあれだね、持って帰って、うん、あの何かつけても美味しいから。あー、そうだね。うん、だからもうおかずの一品でいいわけですよ、これで。そうだよね。はい、じゃじゃーんと串カツでございます。はい、いやいや、もう大きさが異常でしょ。なあ、うん、これもうまいんじゃない。これも初めてだね。じゃ早速いただくよ。いきます。あー、こっちはね、うん、
しっかり揚げられてるって感じ。え、さっきのチキンカツとはまた違う。また違うね。多分時間が違うかな。カリッカリしてる。うん。あ、玉ねぎもあるよ。お、玉ねぎ登場。無駄な味付けをしてないんだね。もう本来の味で全部勝負してるって感じ。こう手軽に買えるところもいいよね、うん、お店の前で揚げたてを提供してくださってさ。そうだね。ねえ、うまっ。どうやったらこんな甘くなるんだろう。これはね、うん、初チャレンジだな、うん、揚げつくねだそうです。珍しいね、うん、つくね揚げんだよ。だそうだよね、うん、どんな感じなんでしょう、はい、早速いただきたいと思います。おいしい。あのね、うん、揚げてるとはいえ、うん、ほんとつくねの焼き鳥みたいな感じ、うん、あー、うんうん、はい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 、わかりやすい。あ、でも揚げることによって多分、うんうん、こう美味しさが逃げないんじゃない、うん、そういうことかな。味はめっちゃヘルシーな感じがする。へー、塩コショウだけみたいな感じ。あー、でも肉本来の、あー、うまみと、うん、はー、美味しい。あとはネギとかも入ってる。あ、入ってるからね、うん、あー、美味しそう。これはビールに合うぜ。絶対そうだよね、なおさん、うん、はい、いかがでしたでしょうか、はい、改めて本日はね、うん、村松様の方にお邪魔させていただいたわけですけれども、本当ね、やっぱうまいわ。美味しいね、もう近かったら毎日来たいもん。本当ね、世界観が変わるからね。実際ね、僕らも何人かに、はい、うん、あの買って、まあ、お友達とかにねプレゼントしたことあるんだけど、もうみんなファンになってるから。そうよね、はい、これどこで売ってるんですかみたいな感じだったもんね。そう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 、ぜひですね、はい、まあ、本当は教えたくないんだよ。そうだね、僕ら買えなくなっちゃうと困っちゃうからね。え、なくなり次第終了だから、まあ本当はね、うん、ね、あんまりね。まあただね、はい、やっぱり僕らのチャンネルをいつも見ていただいてる方にはですね、はい、美味しいグルメご紹介したいじゃないですか。そうだね、ということで、はい、今回は村松様ご紹介させていただきました。はい、ぜひ皆様も一度ご賞味あれ、はい、私たちドコリコチャンネルは富山のグルメ情報、スポット情報を週に2回配信しております。インスタグラムやツイッターもやっておりますので、そちらのフォローもお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いします。本日は以上、ドコリコチャンネルのヒロでした。ありがとう、バイバーイ。 I'm tearing down this wall